全ての子がとにかく何らかの形で新しい世界を手に入れる。なので春夏秋冬やっぱ一連の流れ、自然の流れということで新芽だと思います。逆にか、逆なんだ、こっちなんだ。はい、この方ってぶつかる、あっちの心とこっちの心、バラバラないでできるから、バラバラの心を動かできた、できた。したいと、そういうことは一つ発見しましたよね。知的欲求というのはすごく、まあ、子供たち持ってると思うんですよね。その知的欲求を満たす、かつその表現欲求も満たす、それプラスもう一つ挙げるならば存在欲求、一人一人が自分がその教室の中にね、位置づいているんだと、やっぱ授業の中でそれも満たしていきたい。30代の半ばぐらいにやっとね、ああこうすればいいのかというね、思いが湧いてきました。それが段落に番号をつけるというたった一つの技法なんですけれども。